n f カッパ b は転写因子として働くタンパク質複合体である。n f カッパ b は1986年にノーベル生理学医学賞受賞者であるデビッド・ボルティモアラにより発見された。免疫グロブリンカッパサイ電子のエンハンサー領域に結合するタンパク質として発見され、高等生物に限らず症状バイやウーニなどの 無脊椎動物の細胞においても n f パ b が発現している。n f パ b はストレスやサイトカイン、紫外線等の刺激により活性化される。n f パ b は免疫反応において中心的役割を果たす転写因子の一つであり、急性及び慢性炎症反応や細胞増殖、アポトーシスなどの数多くの生理現象に関与している。 n f パ b 活性制御の不良は、クローン病や関節リウマチなどの炎症性疾患をはじめとし、がんや排血症性ショックなどの原因となり、特に悪性腫瘍では多くの場合 n f パ b の工場的活性化が認められる。さらに n f パ b は、サイトメガロウイルスや人免疫不全ウイルスの増殖にも関与している。n f パ b の構造の模式図。 DBD, DNA 結合ドメイン TRD, 転写抑制ドメインタット転写活性化ドメイン哺乳類において、NF カッパ B ファミリーに属する分子は下記に示す5種類が知られている。これらの分子がほもあるいは、ヘテロに両体を形成したものが、転写因子として機能する。NF カッパ B ファミリーに属する分は、網の元側末端に、 約300アミノ酸残期からなるレルホモロジードメインを有し、この構造が DNA との結合や核内移行に状態の形成に寄与している。n f カッパ b は構造的にクラス I とクラス2の2つに分類される。どちらもアミノ元側に DNA 結合ドメインを有し、二状態の形成や i パ b との結合に関与している。これらはそれぞれ線具体である P105 及び p100 として産生され、プロテアソームによる限定分解を受けることにより成熟体である p50 及び p52 となる。いずれも転写活性化に関与するドメインを欠損しており、p50 と p52 が二両体を形成した場合には、活性化した遺伝子の転写を抑制する機能を持つようになる。これらの分子が転写活性化能を示すためには下記に示すクラス2の 分子とヘテロに両体を形成する必要がある。n f カッパ b クラス I のカルボキシルモト側には、タンパク質相互作用に関与するアンキリンリピートと呼ばれる配列が存在し、転写抑制作用に関与している。クラス2のカルボキシルモト側には転写活性化作用に関与するドメインが存在する。なお、上手中には示されていないが、シーレルもクラス2に分類される分子である。 これらの分子は、インターロイキンや、誘導型一酸化窒素合成酵素、接着分子、シクローキシュゲナーゼ -2 などの分子の発現更新に関与する。転写因子 n f カッパ b の活性化機構。i パ b が外れると、n f カッパ b は、核内へと移行し、DNA と結合することが可能となる。不活性な n f カッパ b は、細胞質に優位に存在し、 RHD を介して、アンキリンファミリーに属する分子である、I、IαB と結合することによりその活性を抑制されている。しかし、何らかの刺激により IαBα のセリン残期をリン酸化する酵素複合体である、I、IαB キナーゼが活性化されると、I、IαBα は、タンパク質分解酵素複合体である、プロテアソームにより分解を受ける。いく複合体は、 イクアルファ、ベータ及びガンマの各サブユニットから構成されている。これにより I カッパ B アルファによりマスクされていた NF カッパ B の核内移行シグナルが露出し、核に移行できるようになる。その後、NF カッパ B は DNA 上のカッパ B モチーフと呼ばれる配列に結合し、目的遺伝子の転写活性化を行う。 細胞への刺激により活性化したニックはイク、α から構成される酵素複合体を活性化し、P100 リール部複合体を限定分解へと導く。これにより産生された P52 リール部は DNA に結合し、転写活性を示す。古典経路非古典経路 n f カッパ b は、真核生物の細胞に広く分布し、細胞の増殖や生存に関与している。多くの主要細胞では、 n f カッパ b が工場的な活性化を受けている。n f カッパ b を阻害することにより細胞増殖を抑制し、抗がん剤への感受性が増大する。このようなことより、n f カッパ b は、がんの化学療法におけるターゲットとして注目されている。n f カッパ b は、その他にも気管支喘息や、炎症成長疾患、関節炎、 排血症などの疾患の病態形成に関与している。ありがとうございます。